資源エネルギー庁によりますと、6日時点のレギュラーガソリンの全国平均価格は前の週より0.6円値下がりし、1リットル当たり168円ちょうどになりました。4週連続の値下がりとなりましたが、依然高値の状態が続いています。